それでは誰かちょっとあのマイクサポートいたら頼まーす。食べ物がいけるかな、難かったら言ってくれ。はい、 OK、 いいですよ。じゃあ、両者、テストプレイ終わったら始めますんで、あ、というか始めたことなんかない。じゃあ今あのレコードちょうど配信されてるんで、じゃあ、草さんからなんか始めの一言だけもらって始めたいと思います。はい、はい、じゃあ草さんどうぞ。あ、どうも草です。公式プロデューサーです。急にマイク叩かなくても、まあ一応今回は若者対決ということで、これあのどっから申し込みがあったんですか。これはハーデスボーイズがやりたいというのは聞いてて、でまあちょっとまあ S ホンダなんでちょっと難しいんですけど、組み合わせ的に、まあ若いし乗りに乗ってる2人ということで、うねくんがまあ主に倉橋さんからも上がりましたね。これは2人がやるならいいんじゃないかっていう。なるほど。はい、でまあ声かけてみたらちょうどあの2人ともエースにいたんです、津田に。あ、そこで、はい、そこでちょっと2人がやりますみたいな。ちなみにうねくんごめん、これ10代対決って言ってたんだけど、今うねくん何歳？ 19。 あ、よかった、ギリギリまだ19。ハルトボーイいくつ？ 18。 19対18。いい、どうした、年齢大丈夫ですか、ゲーセン的には。あ、まだ大丈夫。あ、よかったよかった、はい。まあ、ということでまあよかった、10代対決。あれで、まあ、2人にはちょっともう伝えてあるんですけど、ホンダフリーズが起こった場合だけ注意点です。ハーデストボーイの負けになりました、全然。ハーデストボーイの負けですね。負けです。ホンダフリーズはハーデストボーイの負け。はい、そこだけ気をつけてもらえればと思います。はい、それでは、皆さん始めていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、第7回小物道ハーデストボーイスーパーホンダ VS ウネ X ガイル、始めていきましょう。これは1本目どっちが取るんですかね。1本目見物ですよね。さ、サマー待ち、まあ、ホンダを、ホンダには S ホンダにはサマー待ちいいんですかね。結構いいんじゃないですかね、実際。うん、横の突進が S ホンダで段違いなのね。あー、やばい。あ、生き残ってる。これはでかいですね。そうですね、2発目から食らうっていうのはちょっと予想してなかったかもしれない。おっと、ということはそこはそうです、多分と最初の飛びを食らい投げするんだと思った。なるほどなるほど、と思って行ったんでしょうけど、2発目から食らわれたから多分ずれたってことでしょうね。コパンにしたら、おーっと、避ける。あ、これ下がってトニックがかなり安全。おお、これは死んだか。アフガアフガ、行きましたね。これが死にパターンですね。ポイントとなる技はソニックとソニックと、払い切りかな。いや、まずは、何をやったら死ぬかというところなんですけども、この強パンの掴みですね。確かにこれがやばいです。ですが、X ホンダよりはややマイルド。さあ、まあ、相手でね、距離離れるんで、そうなんですよね、いいかなって感じ。そのためには、強で打つのは大事かもしれない。またこんな渋いから、こんな若手が。あー、いや、あ、サマー待ち、あれはよパラジャンプでも避けられないですかね。あ、避けられないですね。さあ、バックスバットが強いことをよく知っている。いたーっと、ステルが早かった。失敗。まあこれがね、 X にはありますよ。はい、さあ、ウネがまずは一勝。しかしもうお互い研究してきたところが見えましたね。ウネガイルとしてはこのバックスバットで下がりつつ対空を取りたいところなんですが、対空は、まあ、若干じゃんけんになるような気はしますね。ややなります、はい、
サマー以外はなっちゃうんで、今なるべく死なないようにじゃんけんするのが大事。そうですね、かもしんない。あ、いつでもいいんで。そうですね、うまい。さあ、これはちょっと高い。ちょっと安定だったか。安定できないのが辛いですよね。そうですね、おかま蹴りからはいけないので、はい、とか言ってたら、ショーだったからか。あ、そっか、ショーの、そういうのあるんだ。ならできるんですね。知らなかったな。シューでもいけんのかな、ちょっとわかんないけど。やばくないそれ。大以外なら、あったな。大パンとしゃがみ中キック、相打ちになったけど。何それ、そんな、S ホンダは、そんな判定あるの。まあ、S ホンダはあのタッチオパンが X ホンダと違う判定するので、すごい横に長いんですよ。横に長いっつっても、弱い、つっても中足に当たる判定ってどういうことみたいな。まあ近かったんですよ。すごいよね、うん、うー、いや、これはハーデストボーイが先読みしている。人間国宝 N 多正月に、お、いい垂直だ。うー、よちよちしてくる。うん、まあ打つしかない。あー、つかせない。あれはバックジャンプ、ね、ジャクドスキー大百貫歩いてたかった。あー、まあでも大百、あの、こかして大百貫すると、あの、おーっと、ダブルスマ裏に行くのか、ちょっとわからないが、まあ、X ガイルなら行くんですけどね。あーっと、どっかに行ってしまう。まあ、海2勝でリードを広げる。そう、ということでね、コメント欄では吉尾さんが解説してくれてるんで、はい、ありがたいです。吉尾解説どんどんやってください。吉尾 KKY の2大巨頭も今解説席にいるんで。あ、お、うまいな今の。うん、減ってますね。うーわー、当たんないんですよね。減ってますね。当たんないですね。今度は中足対策、まあ、技いくつかありますが、さあ打った。まあ結局あの、そんな潰してる場合じゃないんですよ。難しいですよね、はい、潰す行動はやっぱり弱い行動。そうですね。お、めくり頭突きかな。あー、なんかちょっとダッシュバイバー的な動きになってきた。 うまい。え、これすごいな。長いですね。ホンダは、決定的な攻め手はあります。それが掴み技、これが入るかどうかでかなり違うんですけど。じゃあ出足も、台足は ね、 そうそうね、まあ、おかまキック、レバイレ、痛い痛いキックですね。この技はソニックに勝ちやすい、代わりに中足に負けやすい。その代わり、ホンダのしゃがみ上キックはソニックには無力ですけども、中足まで一方的に中足判定します。ウネ君があんまり距離調整をしなくなってきた。そうですね。とりあえずソニックとしたためを意識するのが大事と見て。そうですね、まあでもこれ画面越しに行く方が行く前が結局手が増える危ないので、ちょっとやっぱ 上をちょっと潰しとくのが大事という感じですかね。あ、これ S ホンダ、X ホンダと違うかっていう考えで。あー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 と死ぬやつだったけどね。バンバン迷いましたね。あと潰して、そうですね、ガイルの中足を透かしてオカマ蹴りというのも、まあ、確定は取れるので一応、まあ、透かして読み、次の読み合いってか、読みじゃないよ、読みじゃない、次の読み合いじゃないんですか。いや、一回読めば透かりにオカマ蹴り入っちゃう。ああ、いマジで、うん、あ、来た。あ、そっか、めくり当たらず。 S ホンダならではですね、あれこけるから。こけるね。なるほど、ウスホンダならではを使ってきて、はい、3いったコンボ、これで2に、いい勝負だ。さあ、2-2 になってきた。あ、さっきのピュアラナイのはですね、フガフガの掴みが長かったからですね。リセットされちゃったんですかね。あれリセットされましたね。あれヒットパークは出てますけど、スタンプ入ってないんで。あーっと、
くるが、あサーマー打ってった。迷うわ、僕だったら掴んじゃう。どうでしょう、掴みの方がね。うん、まあ殺意は高いですよ、ね、この殺す力は高いですよ、ね。さあウメガエルが色を変えて、今度は百貨町、さっきも見せましたけども、ジャンプ攻撃の直後に客観をうまく使ってくるので、さらに下がって対応しようという、そういう感じですよね。じゃあ、あっと、さあちょっと前に行きたい、あのジャンプが、うん、台足はやばい気がするが、掴んで、さあお尻、そうですね、あれ腹でいいんだ、腹、あまあ S ホンダだとそうなんですが、あ、引っかかり方だと、あそういうこと、そういうこと、上行った、危ない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 、今の早まってボタン入るのと内角で即死という超危ないやつですね。うまいな、あ、中圧対策が張り止まるんですね。さあ、と見せていったが、ほんと水、あのめくり頭突きはですね、リターンが特大です。下げ飛びに行きます、めくりで、かつまあガードされるとなぜか密着で落ちるというか、ね、密着で落ちてどっちがいるか全然分かんないっていう、まあサマ打たれそうな気はするが、どうだろう、打たれたことないよ、中盤対空できた、ちょっと出足払いがやばい、あ、橋原で OK なんだ、表から行った裏、あ、持っていった、さあ俺の殺意も見せていこうと、まあうねくんのいいところですよね、そうですね、これは結構もう対応じゃやりきれんっていうのをもう若干悟ってやりにいってる感は見えるんで、うん、いいと思いますよ、むざむざやられるよりは全然いいです。本当にそうだと思う、本当は、おー、あれな、あれな、本当は危ない、あれな、当たったら最後めくりで最低で投げかくってことは直接が見える、あーっと、うわー、掴んで、まあ、うわー、死んじゃった、見えませんね、無理ですね、あ、まあ、スタブ飛ばれたって感じですね、めくり手つきは、めくりフットは実はしないです、表ガードです。さあ、早い、あぶ、おおおおおサマーが、溜まってなかった、なんか体力負けてる、そうですね、火力が、さあ、逆らっていく、スタブ狙われた、狙われた、逆らいすぎましたね。さあ、4対2、ハーデストボーイが4でリードを広げる、なんと2連敗のあと4連勝、ちょっとね、スタブから死んでますね、スタブはね、あれはもうワンポイントの技なので、さすがにメインはやりすぎ、あの体力、もう体力も出せないですね、下がって、ガイルは空対空も強いです、バックジャンプ強パンがとにかく鉄板、ホンダは、腹ジャンプとかも混ぜてくるので、それに対して、ちょっと届かせる技が強い、あー、フランコもやってくる、ダッシュガイルか、ダッシュ、ダッシュベガか、ダッシュベガ、ああいうの好き、表かいたあー、この次行ったら壊されてる、あ、投げ頑張り、頑張り、そして無駄に頭突きが出る、さっきから、おかま切りが非常にうまく刺さっているので、そうですね、あー、飛ばれ、きついきついきつい、きつくなったけど、大丈夫になったか、しかしこれ、対空1個見切らなければ、お、頑張り、頑張ってる、頑張ってんのはハーデストボーイだった、5連勝、大足に頭突きもまあやられてますね、いやキャラ対してますね、なかなか難しい、まあどっちが練習できたかといえば、おそらくハーデストボーイの方が練習できたと思います、まあね、練習してきたと思うんですよ、まあ、練習というか今までの知識もあるだろうしね、うんうん、あん
まり表に出てこないんですけども、危ない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 、このバックジャンプ、ガイルのバックジャンプはあんまり信用できないですね、本田戦は。かなりさあ、いったいった、気持ちいい。これはハーデストボーイもなんか喜んでる、とうとう始まったと。あぶねえ、いやー怖いっすね。まあこれはおあぶねえって、マジでなんか怖えな、あれあれ当たるとリターン特大と考えれば、このあれあるんじゃないかと思うな、すごい勉強になりますね。おーっと、立ち返される、これ一発でひっくり返るぞ。焦りすぎないのか、焦ってしまったね焦ってしまったね。いやー、やっぱねこれがうねくんですよ、ね、あ、バックジャンプしたいところ、絶対にしないといけない。さあ、暗い様、表から行く、さあ暴れて、死んでないのでセーフ、死んでしまった、死んでしまった。おー、うねよ、死んでしまうとは。さあ、6人になってますね。修正ポイントはね、あればやっていきたいですね。さあ、貯金4、あーっと、開幕気を抜いているちょっと気が抜けてる。あーっと、これはうわー、よくわかコパンで止めて、これはもうなんかいろいろ相打ちでええやんけという感じ。今サマーが溜まったと思って溜まんなかったですね、溜まんなかったですね。まあこれは全然いいですね。まあ頭上で食らう、うわー、あー、これはあと今のは前に入れちゃって、いや、うめえぞハーネストボーイが。さあ、頑張りを見せる、あー、いけ、うまいな。さあ、このドット命をもらったが、あー、出たよ、あのジャンプジャックチャンキー、出しっぱは強すぎる。そうなんですよね、判定も悪くない。あっと、頑張りのソニックからどうする、こうなった時に生まない、こうなった時に、うまい、コパンから、さあ、頑張りだった、さあ、頑張った、さあ、ただでは終われないぞ。さあ、ダヤシ、危ない、危ない、危ない、今のも危ない。あ、でも、あ、うおこの、さあ、クライサマやってくぞ、そしてこれもやってく、うん、まあめくりはあるよね、はい、こっち側に客観さえ来なければ。あー、対空されて、ふがふが、投げられて、ちょっと早いか、そうね、弾く引っかかりましたね。これはすごい、2連敗7連勝でハーデストボーイが一気に持っていく。さあ、S ホンダ舐めんじゃねえよと、まあ、おかま蹴りは知らないんで。おーっと、なんかずらしてきた、今日のおかま蹴りは知りません。ナイスマン、これを繰り返すしかない。ガイルは、お、いいですね、あっとー、サマー高かった。さあ、ちゃんと見たい、ここをじっくりね、じっくりしていきたいね。そうですね、いや、いや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 、うわー、危ない危ない、遅らせ合い、ちょっと早いとね、大キックに潰されちゃうところでしたね。あ、でもすごい勝ちますからね、あと投げて、開幕垂直はどうなんだろうね。そうですよね。さあ、バックソワットで悪くはない。サマー待ってて、あ、これをびっくりびっくりやるんだ。今のもね、外野手をどっから狙われているのはもう分かってますので、さあ、腕ペースで、ここでソニック、あ、なるほど、ソニックソニックか、
取った。そう、爪将棋はしっかりしましょう。やっと取ったウネ、7対3。さあ、あーっと食らってしまって、しかし頑張って暴れる、頑張って暴れるのは大事。頑張って暴れたけど半分減ってると。この張り手もさっきから使い方が非常にうまい。うわぁ、大事。若さ、若さって何だ、若さってなんだ。サマーソルトキックは振り向いている気がするが、おい、あー体力を使われてますね。そうですね、いや、ハーベストボーイのこの老快な立ち回り、これが18歳というから恐ろしいですね。チュワシチュワシチュワシ、いい、サマーでしっかりずらす。ちょっとね、ウネ君寄りのマイクになっちゃうけど、さあ、しかしこれはコパン、開幕が難しいです。はい、どうぞどうぞ。あー、どっちどっち。うわ、サマー光るんだ、光るんだね、やばいぞ。あー、これは、おお、若さってならない、裏じゃなかった。若干は無理に空対空をしなくても OK は OK です。最終兵器アドバンシングガード、あー難しくない、難しいけど死ぬよりはマシか、うん、やるべき。あっと、スカル、ふがふがふが、裏に行ってくわ、投げ返す、どうせ投げなんだろう読みですね、大したもんだな。あっと、マットに投げて刺さって、そしてはめられる、つかみがね怖いね。でもしょうがないっすよね。狙いはいい、わしの行動は死ぬんだぞと。そわそわそわ、前が合ってればね。そうですね、うわ怖え。あれ下手するとソニック出ちゃうかもしれないね。あー最悪のやつ、投げられるよね。あっ、ためらわないことさ。うわー、なんか潰れてるけど。すーごい、足元の判定もちっちゃいっぽいですね、あのソニック踏まなっぷりは。危ないぞ、これは怖いぞ。ダメージはきつい。お構い切りガードしたときにS ホンダならではの読み合いがあるので、あー噛み合った。いや、まだまだわからない、どういくか。これ前飛びちゃう、あーっと大パンじゃない。さあ8対3、胸これは取りたい。あー勝っているのはハーベストボーイ、これでリッチ。いやー、さあ9対3になった。これ徹底守備は絶対できません。まあ、読み合いポイントをどこに設定するかっていうのが、まあ、ガエル側が決めるっていう感じですかね。まあ、ソニックですからね、そう、結局。あー、あと投げて、これは下がってソニック。まあ、1ミスでかいですね、これ取るのも。トバットで相打ちで OK って言うけど、減ってるからね、最近トバット。さあ、しかし、おー、パンで対空、そういうのもある。なるほど、そういうのもある、そういうのもあるんだ。動かし屋さんですね。おっとやっていく、スーツリランプ強制効くか。なるほど、あ、悪くない。これひょっとしておかまげりの後に抜けるブスキが狙える。だとすれば僕は面倒くさいですね。そうかな、そういう。さあ、ここでうまくペース作りたいところだが、投げて、うお、セーフ。さあ、どこで逆らっていくか。中が1、あさあ、リーチで、いや、リーチですね、マッチポイント。
うわやべえなこれな、これやべえなやべえなこれめくりずつループですね。絵的に面白いですね。面白いですね。 X ではほとんど見られない光景。さあ、ウネ、粘りたい、粘りたい。最初の2連勝なんだったのか。転んでしまったが、これはハーデストボーイ詰める。ソニックで逆らっていく。あとはいい垂直だ。うまい。下がりたい。うわあ、立ってる。立ってる。立ってますね。さあ9対4、まあ、結構今までのこの位置はだいたい片方が5も取れずに死んでいくんで、そうですね、まあ頑張ってほしいですね。誰のこと言ってるんだ。いやみんな、みんな、あ、そうです、ね、みんな、みんなね、みんな3とかで死んでいくからそう、準備したのにね。さあこれも心配だったが頑張ってほしい。あー投げセーフ。生きてるってかっこいい。さあソニックモードから形を作っていきたいか。対空の足払いを歩いてやりたいんですけど勇気がね。もうね、あーじゃなくなっちゃって、あ死ななかったけど、あえ死んでない。なんでなんで死んでないの。え発狂キックの空が減らなくて、そんなことある全然死んでないけどびっくりしたわ。マジか。さすがにのけぞる。さすがにのけぞる。さすがにのけぞるわ。あんなパワーボホンだから。これはおっと、これは運が良かったぞ。そうですね、ウネ君この運を使っていきたい。さあソニック打たん。いやースタブにあーっとまで狙い始めた。あとうーっ、あれソランです。減らなかったのソランです。ソニック。さあこのソニック踏んだりしないんですよね。ファデストボイ君がね。逆に投げた。うわ。一瞬でしたね。これは取っていく。さあ今度は勝負を終わらせることができるのか。さっきから押し寄せされまくってるダイヤスをまだ振っていく。今さってなんだ。開幕ダイヤスは何なんだろう。なんだろうね。玉蹴り対策としてもなんか弱い気がする。さあソニック、あ、それ近い方がいいですね。うわーなんだそれ。ソワット潰れたけど一方的にジャンプ強チックですよ。潰れたのはこれは目の前、目の前下がって読み合った。うわということで勝ったのはハーレスワイ。スコアは10対4でした。お疲れ様でした。じゃあなんか宣伝してってもらってね。はい、いや面白かった。すごい面白かった。それでは、ハーデスボーイ一言喋ってもらいましょう。これカメラいける。これなんかダメなんだよね。では、お願いします、はい、何度か勝つことができました、まあ、自分のやりたいことかもある程度できたんで、なんだろう、収穫ありましたね、まあ、ありがとうございました。はい、おめでとうございます。非常に見応えがありました。ありがとうございます。さあ、うね君も拍手で迎えてというところで、それでは、今回のこの獣道は小物道、獣道だねよ、小物道はこれで終わりです。で、草くん次回のアピールをお願いします。あ、どうも草です。まあハーデスボーイ君、ね君お疲れ様でした。すごい 見応えある試合でよかったです。じゃあ次回予告になります。12月2日ですね、 V3 の後、まあ、ここまではいつも通りなんですが、小物道8、コテ君のサガット対倉橋ガイルやらさせていただきます。まあ X エストで神殺しと評されたコテ君のサガットと
倉橋さんがガイルで迎え撃つという。それは倉橋さんがどんだけ勝ちたいんですか。いやー、倉橋さんは勝ちたいでしょうけど、さっきも言ったけどやっぱね、あんまり一方的になりそうな試合よくないよ。ちゃんとしよう。ちゃんとさ、やろうよ。まあ、ちゃんとさ、なんかいい、なんか競ったねみたいな感じになる組み合わせを、まあ、お互いがやりたかったらいいんじゃん。本当にそれはマジで思うよ。うん、まあ貴重な意見を参考に。本当一方的になるからありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。トレビーもありがとうございます。ありがとうございます。助かります。あ、そうだね、あの吉尾マイク待ってるからね、頼むよ。では今日の配信はここまでとさせていただきます。